はい、皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいまして、ありがとうございます。本日、2023年12月9日土曜日に収録しております。昨日、12月8日、そろそろ発表されるかな、と、まあ、待ち望んでおりました。スマイルアップ社から新たに設立されるこの新会社のネーミングが、スタートエンターテイメントに決まったと、まずはファンクラブのサイトで井ノ原さん、そして新会社社長に就任されます福田敦さん、お二人からまあ動画の中で発表がありました。今回スタートエンターテイメント、私もちょっと一つの案を送らせていただいてたんですけども、確か14万156件のまたこの応募が来た中、すべてに目を通した中、このスタートエンターテイメントには11件もこのアイデアに応募があったということで、私も素晴らしいなんかこうネーミングかなと昨日から思っております。で、昨日もすぐにそのテレビのニュースでも取り上げられてましたし、このネットニュースにももうたくさんのネットニュースに昨日からなっております。また昨日12月8日、週刊文春のまあ電子版っていうのがありまして、そちらの方は毎月のこの購読料がかかる、そのまあ会員向け、その購読契約をされた方向けのまあサイトがあって、そちらの方でまあ週刊文春の発売直前の記事であるとか、また動画がアップされてるんですけども、なんとそちらの週刊文春の電子版の方にこの新会社スタートエンターテイメント社長に就任されました福田さんが独占インタビューを受けておられて、約150分のインタビューを受けられたみたいで、そちらの方でのまあ動画の一部と、そしてまたこのテキストが全文がこう掲載されています。で、私は週刊文春のその電子版の方と、なんか、購読してるので、そちらの方も昨日からすべて見させていただき、読ませていただいたんですけども、当然のことながら、その、まあ、有料な、その、購読サイトなので、そちらの方で、こう、語られていることをすべてお伝えするということはできないんですけども、まあ、このほっこりカフェチャンネル、まだこの社長就任が決まる前から、その社長候補に福田さんのお名前が上がった時から、すぐに、私はまあ、昨年から、そのノンさんが主演されました魚の子、そして天魔荘の三姉妹、この日本の映画が、まあ、本当に素晴らしくて、この日本の映画の素晴らしさをこのほっこりカフェチャンネルで何度かこの動画でも皆さんにぜひ見に行ってくださいと、まあ、お伝えしてて、そしてまたこのノンさんの女優としてのその力の凄さもすごく感じてて、そしてまた同時にこのノンさんがこの大手の芸能プロダクションを辞められて、なかなかこの本名の芸名も元々の芸名も使えなくなって、表舞台からちょっと活躍できなくなったような状況もうっすらと知ってて、その中でよく、まあ、まだテレビドラマなんかにはまだ出づらいそうなんですけども、よくこの映画の主演という形でこういう風にいい形で本当に復活できたな、よかったなっていう思いがあって、どういうこの経緯があってこういう形でまた映画の主演という形で復活できたのかなっていうところをちょっと私なりに調べさせていただきましたら、まあ、スピーディーという福田さんが社長を務めておられる会社と、まあ、エージェント契約を結び、こういう形で徐々にその CM であるとか映画であるとか活躍の場が広がってるっていうのを知って、まあ、おそらくそれも私の想像なんですけど、あ、じゃあまだ私も知らないその福田さんっていう方の尽力によるところが多いのかなと思って、ちょっとその時昨年調べさせていただきましたストリート系都市2022っていう本も書いておられるのを知って、こちらの方はもう全く私も違う視点から、私は京都生まれ京都育ち、今も京都在住なんですけども、もうコロナ前よりもたくさんの、まあ、外国人観光客の方が来てくださって、もう京都中の、まあ、観光地はもうインバウンドで、以前よりなんかたくさんの方が来てくださって、まあ、私の知り合いなんかも嵐山、清水、知り合いでこの観光業に、まあ、乗じてる者たちは、まあ、皆さん喜んでおられるんですけども、でもちょっと私はこのインバウンド一本やり、インバウンド頼みにしてるだけでは本当の意
味で、なんか住んでる人間もそうですし、京都の街自体の、なんか本当の意味でもなんかこう輝き、なんか活性化ができひんのではないかなと、実はちょっと思ってて、なんかそんなヒントが書かれてないかなっていう、そんな思いで、その福田さんの著作を、まあ、昨年読ませていただいて、すごく参考になるところもあるし、いつかまたこう講演なんかされる時があったら、聞きに行かせていただきたいなと思ってた、その方が、まずはその社長候補になられたっていうのを知って、すぐに私はまあそういうあたりでちょっとこの方のことを知ってたし、私としてはこういう方がエージェント契約にも詳しいし、就任していただけたらむちゃむちゃ私はいいと思いますっていうようなお話をさせていただいたりしたんですけども、なかなかこう皆さんも、やってみてもらえへんことにはわからへんのとちゃうかなと思うんですけど、まず皆さんこの、まあ、見た目であるとか、見た目であるとか、過去に発言されてたジャニーズ事務所を批判されてたことであるとか、それいいじゃないですか。今まで良くないところがあったらそれを批判されても当たり前やし、批判された方が今回社長に就任されるというところにも私大きな意味があるんですけど、今までのジャニーズ事務所を絶賛されているような方がなったんでは全く意味がないと思いますし、でもそんなことであるとか、またこのジャニーズ事務所をこう批判されている記事にいいねをされてることが分かったとか、まあそんなことですごく、まあほぼほとんどの方がなんかこう批判されてるような、また私が肯定的に福田さんのことを話したもんやから、この私のところのコメントにもこうこうこんなことがあるのに堀内さんそれでもこの方を信じられるんですかってあって、最初ちょっといくつか私もまあ正直にそのコメントを返したりしてたんですけども、信じられるも何も私はこの方は素晴らしい方やと思うし、嘘のない方やと思うし、また引き受けていただけるかどうかもわからへんのに、そんなこと言うてたら引き受けていただけるもんも引き受けていただけなくなるかもしれないし、まずはやっていただかなきゃいけない、わからへんじゃないですかというようなことをまあ返信したりしてたんですけども、もうそのうちちょっと私も邪魔くさくなって、あまりにももう口汚くこの福田さんのことを書かれているコメントはもう遠慮なくもう削除させていただくようにまあしたんですけども、でやっぱりそのエージェント契約っていうのを私もこのコメントを動画でも以前言ったことあるんですけど、きっと福田さんが当然のことながらジャニーズ事務所にエージェント契約にされた方がいいですよって持ちかけたわけでもないし、ジャニーズ事務所の旧事務所経営陣が今までと変わるような形にないとダメやろなということで、そういうことをなんかこう言い出されたと思うんですけど、言い出したものの本当のエージェント契約というものはどういうものか、まあそれもちょっと恥ずかしい話ですけど、よく知られなかったみたいで、その共通のこのまあ知り合いの方を通じて福田さんにエージェント契約でどういうものなんですかっておそらく聞かれたんやと思いますっていうことを言ってたんですけど、今回その週刊文春のオンラインの方の記事を読ませていただいてもまさにそうやったみたいで、まあ自分で言うのもなんなんですけど、ここまでの経緯入ってくる情報からさせていただいたら、なんかこういう感じじゃないかなっていうところをちょっと半ば私のなんか予想をお話しさせていただいたところなんかもほぼその通りやっていうのが分かってちょっとホッとしました。で当然のことながらその経緯の中で、あこういう方やったらその新会社社長に就任していただきたいなという意味で依頼された時も最初は断りましたとおっしゃいました。そりゃそうやと思います。まさにこの渦中の栗を拾う、そしてまた全く関係ない自分がここでそれを務めれるとは思わないっていうところもおっしゃってたんですけども、でも最初は断ったその新会社の社長、まずに渦中の栗を拾うような、おそらくご自身の知人の方なんかに相談されたら、ほぼ皆さん多分それはもう福田さんやめときと、とんでもないことになる、今までうまいこと言ってる福田さんの今までのお仕事自体にも影響がないかもしれんでっていうような、なんかそんなアドバイスもきっとあったんではないかなと私は想像するんですけども、そんなお気持ちがなぜ変わったか、自分でできるんやったらやってみようかと思われた、なんかこう二つのポイント、
なんかお話しされてます。で、この週刊文春電子版のこのインタビュー記事を、もちろんもう全てを話すことはせーのですけども、このほっこりカフェチャンネル、私はまあスノーマンの大ファンですし、スノーマンのファンの方がたくさん見てくださってます。またこの最近はそのスノーマン以外の旧ジャニーズに所属しておられるタレントさんを熱く応援してくださってる方も見ていただいてると思いますので、そんな皆さんのなんかこう不安な気持ちを少しでも取り除けたら、私がここまで、福田さんが、私はやっぱりこの、いろんな方がなんかもう引き受けるのを、この新社長のあれを、依頼を断っておられるとも聞くし、引き受けていただけたらありがたいと思いますよっていうお話してたんですけども、それをちょっとなんか裏付けるような、なんか言葉であるとか、皆さんの不安な気持ちを少しでもなんかこう少なくするような、そういうなんかお言葉がありました。で、このところまたこの状況の中、私もこれも旧ジャニーズ事務所、まあ、ならではものすごくいいところやと思うんですけど、この先輩と後輩の間柄の素晴らしさみたいなもの、まあ他の事務所を全て知ってるわけじゃないんですけども、おそらくこういう形でそのまだデビュー前の間からこの尊敬する先輩のバックについてコンサートや舞台を務めさせていただき、そこで力を磨きながらまたこの先輩に憧れ、そしてまた先輩の中でも後輩思いの方はこの後輩の悩みなんかを聞いてあげてっていうのを、まあこのところその YouTube チャンネルでアップされてます亀梨和也さんの、まあ、目黒蓮さんとの会話であるとか、また宮舘さんとの会話であるとか、そしてまたこの記者会見で素晴らしい会見をされました KinKiKids の堂本光一さんの、まさにあの言葉の中にはたくさんの後輩に向けてのなんか思いみたいなものもなんか秘められてたと感じてたので、まあこのちょっと先輩的に当たられる方の素晴らしいなんかこう後輩を思われる思いみたいなものをすごく感じてたんですけども、この福田さんのこの今回のインタビュー、独占インタビューの中で、この先輩、後輩の関係のところもなんか見抜いておられて、それこそがなんか守っていかなきゃいけないもの、この旧ジャニーズ事務所のやっぱり素晴らしいものやと見抜いておられるのが分かったので、そこは私本当にさすがやなと思いました。ですので、今回その週刊文春にまあ乗り込んでっていう言い方をするとちょっと物々しい言い方になるんですけども、まあでもそれぐらいの旧ジャニーズ事務所と、まあ、週刊文春は、まあ、市販世紀にわたって本当にもうほぼ絶縁状態にあった中で、そのなんか後でこの編集長のコラムを読ませていただいたら、週刊文春側が一応持ちかけられたみたいなんですけども、それを快諾されて週刊文春に来られて、このロングインタビューを取られた中で、私たちファンがまたさらになんか皆さんがもし不安な気持ちを持っておられたら、その不安を少しでも和らげ、そしてまたなんかこう未来に対するなんか希望みたいなものが湧き上がってくる、そんな言葉をいくつか紹介させていただきたいと思いますし、また詳しくその動画を見たい、詳しくテキストを読みたいという方は、ぜひその瞬間文春の電子版にちょっと購読契約をしていただいて見ていただけたらと思いますので、どうかよろしくお願いします。ちらっとだけちょっと要点だけお話しさせていただくことを週刊文春さんお許しいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、でも皆さんがもしかしたら知られない方もおられるかもしれないんですけど、先ほど言いましたその旧ジャニーズ事務所と瞬間文春の、まあ、四半世紀にわたる、まあ、この絶縁状態と言いましたけども、1999年ですので、今からまあ24年前になると思うんですけども、その時に、その週刊文春は何週にもわたって、その旧ジャニーズ事務所創業者、ジャニー北川氏の性加害問題を一大キャンペーンとして、その報道をしておられました。で、その週刊文春が何週にもわたってそれを訴えてたんですけども、それをテレビであるとか、あらゆるマスコミがほぼその黙殺、無視をするような形で取り上げませんでした。ですので、あの時にその週刊文春さんがその摘発されてた、それをもう少し他メディア、テレビなんかも取り上げてたら、それ以降の被害者の方をなんか、
出さずに済んだかもしれないかなと思うと、なんかどうしてその時に他のメディアがその週刊文春のその記事をもっと取り上げなかったかなと思うんですけども、それ以降、そのジャニーズ事務所と週刊文春はまあ絶縁状態になって、で聞くところによると、その来年のカレンダーは、まあ私たちスノーマンファンは来年の2月に発売されますニューシングルにまたカレンダーをまあプレゼントでつけていただける、3形態を申し込まれた方につけていただけるということで、まあ本当にまあ嬉しく皆さんと喜んでるんですけども、その旧ジャニーズ所属アーティストのまあカレンダーというのは、まあ出版社にとってもドル箱みたいで、そのもう億単位の収入が上がるとも聞いてるんですけども、それをどこどこの出版社には誰々を、どこどこの出版社には誰々をということで、間違いなくファンの皆さんがカレンダーは買いますので、それを振り分けたりしておられたみたいなんですけど、絶縁状態になってる、まあ、週刊文春の方には、もちろん、ジャニーズ事務所の、なんか、アーティストのカレンダーを発売することはもちろんできないような関係がずっと続いてきた中、今回福田さんが新会社社長に就任されたということで、週刊文春側が、うちの方で、なんかこう、インタビューを受けていただけませんかっていうことで、それになんかね、快諾していただいて来られたということで、で、こちらの方も、まず、その、まあ、そもそものところなんですけど、なぜ、この真っ先に、週刊文春の、取材を受けていただけたんでしょうかって質問に対しては、故ジャニー喜多川氏の性加害問題は週刊文春さんから始まったので、新しい会社はやはりここから始めるべきだと思った。新しい会社をどのように進めるかを語るには PR 的な内容ではなく、内部事情を最も理解している文春さんに僕の肉声でそのままお伝えし、深掘りしてもらうことが会社の船出にいいのではと考えたんですとおっしゃってて、このあたりも、本当に、まあ、福田さんとお会いして直接お話を伺ったことはないんですけど、なんか福田さんのお人柄、福田さんらしいなと、今まで一番旧ジャニーズ事務所の性加害問題を摘発していたところに乗り込んでお話しすることこそが新しい門で、新しい出発には絶対それが必要ではないかなということで、行かれたということで、まあ、このあたりも私もまさにね、福田さんらしいなと思いましたし、また福田さんと何の接点もなかったジャニーズ事務所の関わりは、NPO の知り合いから紹介されて、まずジュリーさんと会われたということで、私たちの想像しているように、そのエージェント契約というものを、まあ、教えてほしいということで、まずジュリーさんに、まあ、紹介されて、会われて、まあ、いろいろなことを、細かく、聞いてこられた、というふうにおっしゃってました。で、その後で、まずその新会社に加わってほしいというのは、まず社外の取締役を引き受けてくださいませんかと打診を受けましたというので、最初から社長就任をまあ依頼されたのではなくて、社外の取締役なので、まあ社外にいて、まあ意見を言ったり、アドバイスをしたりするっていう立場なので、そのアメリカのエージェント契約、そしてまた日本でノンさんを扱われて、また日本流にアレンジしたエージェント契約のなんかやり方みたいなものを、まあ、熟知しておられる方やと思いますので、こういう方に、その社外取締役にいただいて、まあ、意見を言っていただいたり、厳しい意見を言っていただいたり、また時々このアドバイスをいただいたりする、そういう方にいただくのはもちろん、ものすごく心強いと思いますので、その時まずは、その社外取締役の打診を受けました。正直に言いますと、僕は旧ジャニーズ事務所に批判的な人間でした。真反対の立場です。ただそれはジャニーズに限ったことではなくて、日本の大手芸能事務所の仕組みが疲弊していると言い続けてきましたとおっしゃってて、ジャニーズ事務所、旧ジャニーズ事務所には私は批判的でした。でもそれはジャニーズ事務所だけ
に限ったことではなくて、きっとそのノンさんをタレントさんとしてエージェント契約扱われることになって、他のインタビューを読んだことがあるんですけど、なんでこの今の日本でこんなことが残ってんの、こんな契約が残ってるのっていうのを、ニュースピックやったかな、そちらの方にもまたこの有料登録しているので、そちらの方の動画で聞かせていただいたことがあるんですけども、ジャニーズ事務所だけではなくて、今のこの今までのなんかこう旧態依然とした日本の芸能事務所、その契約の成り立ちみたいなものがちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうに感じているという意味で、そのまあ批判的な人間でしたっていうふうにおっしゃってて、でもその福田さんがまあ今が本当に2020年頃から今年にかけて劇的に変わるタイミングじゃないかな、そういうこれからこの芸能世界、芸能事務所契約っていうものがこれからまたこの世界標準、世界基準に照らして合わせていく上でも、ここが大きく変わる時じゃないかな、変わるチャンスじゃないかなっていうことをすごく感じておられたみたいで、そしてその後に最初に社長のオファーをいただいた時は一度は断りましたとおっしゃってます。で、福田さんのことを、まあ、その、旧ジャニーズ事務所、スマイルアップの、まあ、経営陣の皆さんが知られて、全新会社はやっぱり福田さんにお願いしたいと依頼されたみたいなんですけども、最初はまず断りました。こんな重責はとても無理だと。これだけの世間の批判にさらされ、いろんな問題も起きているから難しいと思ったんです。とおっしゃってて、最初はやはり断られたみたいなんですけども、でもそこからやってみようかなっていう、この引き受けられるその心変わりには二つのことがあったとおっしゃってて、そのうちの一つは東山の存在ですとおっしゃってます。社長を受ける前に東山さんと何度かお話しましたが、人間的魅力に溢れていて本当に責任感の強い方なんです。以前どこかの雑誌で東山さんが90歳までタレントとして活動すると発言されていたのを読んだことがあった。そこまでエンターテイナーとして覚悟を決めていた彼が一番大好きな仕事を辞めるというんですよ。未経験の経営と何年もかかる厳しい保証を自分の責任で行うと判断されたことに感動というか仰天しましたよね。一度は断ろうと思ってたその社長を、この変わった一つの大きなきっかけはやっぱり東山さんの、まあ、その決意ですよね。で、またこの流れの中でまたどこかで私もお話しして、私がお話したところでどうなることでもないんですけど、なんとかその一度はもう本当に自分は表舞台からこの芸能界から引退して、もうその保証業務の方に専念するとおっしゃってたんですけども、数年経ってこのどれぐらいのまあ目処はついたらと思うんですけど、私個人といたしましては東山さんには絶対にまたエンターテインメントの世界に帰っていただきたいなと思いますし、帰るべき人なんじゃないかなと思います。ここでこの話をし出すとまたちょっとまた脱線してしまいますので長くなりますので、このなんか東山さんに対する思い、それは私の勝手な思いなんですけども、それはまた別途お話しさせていただきたいと思います。そしてもう一つの二つ目のなんかこう気持ちが変わられた中では、もう一つは僕の力でジャニーズを再生できたらこんなすごいことはないと興奮したんです。ジャニーズには木村拓哉さんになりたい、松本潤さんになりたいと思って若い子が入ってくるわけじゃないですか。そういう美しい先輩の系譜がある。今や世界で人気の韓国エンタメにも影響を与えるような歌と踊りと芝居のコンテンツがある。考えによってはこんな巨大なエンタメグループって日本の宝じゃないだと。このキャンセルカルチャー、すべての人が批判するカルチャー、キャンセルカルチャーの中で美しい文化を絶やしていいのかと考え直したんです。35年以上僕はエンタメ業界に身を置いてきた経験を生かし、できるかどうかわかりませんが、とにかくやってみようと覚悟を決めましたとおっしゃってます。ここで福田さんの口から出た美しい先輩の系譜っていう言葉が出ております。冒頭でお話ししました、このところパパ堂本浩二さんであるとか亀梨和也さんのなんか本当に後輩を思われてる先輩のなんかそんな気持ちに私もすごくちょっと、ああ素晴らしい先輩後輩の関係やないというところと通じるんですけど、このジャニーズ事務所、旧ジャニーズ事務所に脈々と受け継がれているこの美しい先輩の系譜がある。そしてそれはこのキョンタ
巨大なエンタメグループの、まあ、日本の宝じゃないかとおっしゃってて、それを絶やしてはいけないのではないかと思われたっていうことが、大きく、そのなんかこう、一度は断った、その社長を引き受けてみようかなと思われた、心が変わられた、なんか二つの理由の二つ目やということを、ここもなんか語っておられます。で、社長になってくださいという言ってこられたのは、井ノ原さんからで、ジュリーさんから、なんかそのような、こんな会社にしてくださいみたいな要望は一切ありませんとおっしゃってて、で、まあ、井ノ原さんはやっぱりもちろんのことを、そのタレントさんのことを熟知しておられる。ですので、僕は経営のことはわかりますけど、タレント養成については何もわからない。だからこそ教えてくださいと役払分担してて、最近は毎日一緒にいていますとおっしゃってます。昨日のファンクラブ向けのあの動画の中でも、なんかお二人のなんか関係性がすごくいいなと思いましたし、経営のプロ、そしてまたこのタレント養成のプロである井ノ原さんが、二人が本当に力をなんかこう組まれたら、ものすごくなんかこれからのなんか流れがいい形でいくのではないかなと思っております。社長に決まってから全タレント162人と面談されていると聞きましたが、最初にどなたと話をされましたかって質問に対して、もちろん木村さんです。木村拓哉さんが一番ですっていうことで、その話した内容は申し上げられないんですけども、やはり長男的ポジションにおられる木村拓哉さんにこう会われたということで、でここで週刊文春の方が、木村さんと後輩たちの間に LINE グループがあるんですよねってこう週刊文春の方が案内されたら、さすが文春さん怖いですね、そんなことまで知っておられるんですねと、まあ福田さんがおっしゃってるんですけど、そこで木村さんがまず全タレントをまあ代表するような形で一番にこの福田さんと面談され、その時の木村さんの印象を、その後輩たち、どれぐらいの方に、まあこのグループに入っておられるのかわからないんですけど、そこで、その木村さんの感じたこと、考えたことを LINE で流されたそうなんですけども、そこで、なんかこう、福田さんに会われた印象を、ものすごく、なんか木村さんは、いい印象を持たれたみたいで、その言葉をなんか LINE グループに流されたそうです。で、それを、後に、福田さんもそういうことがあったというのを後になんか知られたみたいで、どう書かれているのか一字一句気になって後から聞きました。後からどなたかを通じてどういう言葉を木村さんが後輩になんか語っておられた、 LINE グループで語っておられたかというのを聞かれたみたいで、本当にすごくよく書かれていて、それは変な話ですけど、ちょっと涙が出ましたね、と、福田さんがここで語っておられます。木村さんもおそらくもうプラスでもマイナスでもなく、本当にもうナチュラルな、なんかニュートラルな状態で福田さんと会い、福田さんの思いを聞かれたと思うんですけども、そのなんかこう感想、自分の思い、考えをその後輩たちへのなんかこう LINE グループに流されたっていうのを、後で福田さんがこう聞かれて、そしてまた後からおそらく読ませていただけたらと思うんですけども、ちょっと涙が出ましたねとおっしゃってて、ここだけでもなんか皆さんに、そのスノーマンのファンであるとか、旧ジャニーズのタレント、アーティストを応援しておられる皆さんに、ぜひなんか知っていただきたいなと思って、なんかここだけでもね、ぜひ私はお伝えさせていただきたいなと、思いました。木村さんと会うときは緊張しましたね。やっぱり大スターですから、それに事務所が危機的状況にあって、マスコミからタレントみんな辞めんじゃないの?と言われている中で話すわけですから、まだ自分の考えがきちんと定まっていませんでしたが、事務所の将来について木村さんに必死で話をし、おそらく理解していただけたと思います。だからこそ LINE グループで、ちょっとこいついけるんじゃない?と言っていただいたのかなと思いますとおっしゃってて、
で、タレントさんとの面談に関してなんですけど、毎日朝から晩まで面談されているということで、朝の8時から始まり、最後のミーティングが深夜0時30分スタートするなんて日もあります。ただみんなが忙しいから、なかなかこのスケジュールのやり取りができなくて、会えてない人もいますが、ほとんどの方と会いましたとおっしゃってて、で、文春さんが、嵐の大野くんとも会われましたかっていう質問に対しては、まだお会いしてないんです。沖縄にいらっしゃるのでということで、おそらくどっかのタイミングで、またこの大野くんが上京されるか、また福田さんが沖縄に行かれてお話ししていただけるのではないかなと思っております。で、またこのエージェント制、そしてまたマネージェント契約、どちらもなんかこうタレントさんが希望される方をなんか選んでいただけるようなシステムにしていただけるということで、そこもなんかすごくいい形やなと思うのは、グループ単位で活動するタレントさんがたくさんいます。スノーマンもそうですね。でまたメンバー一人一人が個人事務所を今設立されているというニュースも入ってきてますけども、グループ単位で活動するタレントさんがたくさんいますが、グループでの活動はマネージメント契約、個人活動はエージェント契約にしますというパターンがあります。ただその場合、グループ活動を優先してくださいと言います。そうでないと、僕ちょっとロケがあるから武道館でのコンサート行けないよなんて言われたら困っちゃうんで、そこはきちんとルールを作っていますとおっしゃってて、ここはすごく大事なことで、例えばこれからもスノーマンの9人のメンバーそれぞれに、特に来年ドラマがたくさん始まりますけども、そのそれぞれの個人の仕事としてドラマの主演であるとか、いろんなこの映画の主演であるとか仕事が来ると思うんですけども、でもやっぱりこの9人での仕事、そのレコーディングであるとかコンサートであるとかテレビ出演であるとか、やっぱりそちらの方がすごく大事だと思うんですけど、ここのバランスがすごく大事だと思うんですけども、その場合はグループ活動を優先してくださいと言いますとおっしゃってて、このあたりの、スタートエンターテインメントの方針もすごくやっぱりしっかりしてるなと思いましたので、おそらくここでおっしゃってる個人活動は、グループ活動はマネージメント契約、個人活動はエージェント契約にしますというパターンがありますって書いてあるんですけど、もしかしたら、まあこれも私のまあ個人的な想像なんですけど、もしかしたらスノーマンもメンバーによってはそういう契約方針を取られてる方もおられるのではないかなと、ここをちょっとね読ませていただいて感じさせていただきました。で、すごく大事なことで、タレントに対して移籍の自由を認めることが何より重要です。うちの事務所を出て行ったら干すぞみたいなことはもちろんありません。それどころか、やっぱり戻りたいというなら、出戻りのタレントのためのプラットフォームを用意したいと考えていますとおっしゃってて、で、ここはもうノンさんを本当にそのエージェント契約をして扱われるようになったから、まあ何よりこの理不尽な契約の成り立ち、そしてまた事務所を辞めていったら干すぞ、もう仕事できないぞみたいなこの現状を一番知っておられて、一番そういうことがなんかこう理不尽なことを感じておられたからこそ、福田さんやったら絶対にそこが一番直していきたいと思われると思いますし、で、おそらくこれもまた私の想像ですけども、今回このスタートエンターテインメントを立ち直すと同時に、またこのスタートエンターテインメントで、その日本の芸能事務所、芸能界に対して、本当にいい方向に改革をしていきたい、そんな気持ちも持っておられるんではないかなと思いますし、本当に全ての事務所がそういう風になるのはまだ少し時間がかかるかもしれないんですけども、本当にそういう風になっていったら一番素晴らしいことやなと思っております。そしてまたこの新社屋なんですけど、社員250人が入るビルを死ぬほど探しました。10社以上掛け合いましたが、ほとんど断られました。やっぱり新会社で信用がないから、だけどようやくいい場所が見つかって、今契約を結びつつありますっていうことで、なんとか見つかったみたいです。で、このこれからその会社の、まあ、運転資金、運営資金なんかは、銀行から借り入れするっていうところで、なかなかそちらの方も苦労されたみたいなんですけども、まあ、なんとかおそらく目処が立ってきたような、感じかなと思います。で、またこの文春さんからの、またすごく、
興味深い質問としては、ジャニーズを辞めた人たち、元スマップのメンバーや元キンプリで 2B に所属する平野紫耀さんらナンバーアイとの共演もありますか、ということに関しては全く OK です。共演 NG と言ったって、それってこの港区の話でしょ。芸能事務所には港区がになんかたくさんあるらしいんですけど、我々は韓国と戦ってグローバルに打って出なきゃいけないのに、そんな狭い港区レベルの話をしてどうするんですか。みんながいいと思った組み合わせをやればいいし、お互い高め合うような取引だったらいいと思いますとおっしゃってて、もうそんなこともそのタレントさん自身がやりたいという方向性やったらもう全面賛成という形かなと、思っております。みんなやりたいようにやればいいと思いますとおっしゃってて、これまでの芸能界にその自由がなかったことが異常であり問題だったんです。ビジネスモデルにフィットすることであれば何をやっても自由です。僕がやりたいとかやらないじゃない、タレントが自由に動けるプラットフォームを僕が作れるかどうかが課題だと思っておりますとおっしゃってて、そしてまた昨日のファンクラブ向けの動画でもおっしゃってた、このこれからこのグローバル展開をしていかれるっていう、まあ世界に打って出られるというところなんですけども、そこに関しても何人かの若手のダンスの練習風景の映像を見せてもらったら、レベルがものすごく高いのに僕は全く知らなかった、グローバルに出たらすごいことになるよっていうレベルの歌や踊りがすでにあるわけですよ。だからそこは心配していません。経営のフレームさえ作ることができたら一気に伸びると思いますとおっしゃってるので、おそらくまだ僕は全く知らない人の中、その練習風景を見ただけでもすごいと思われたとおっしゃってるので、もしかしたらこのもうデビューを目前に控えておられるなんかこうジュニアの皆さんのなんかそういう練習風景を見られて、なんかこのレベルの高さに驚かれたのかなと思ったりしています。で、もう一度先ほどおっしゃられた美しい先輩の系譜という言葉がもう一度出てくるんですけど、やはりジャニーズが長年築いてきたブランドテイストが乱れてはいけないと思っています。これは今後女性をプロデュースすることは考えてますか？スタートエンターテインメントが女性のタレントを扱うことも考えておられますかという質問に関して、ジャニーズが長年築いてきたブランドテイストが乱れてはいけないと思います。和菓子屋さんが急に洋菓子を作るとおかしくなるんです。先ほど申し上げた美しい先輩の系譜がここにあるわけです。このモデルを崩すことになるので、ビジネスモデルを崩すことになるので、女性アイドルについては考えてませんとおっしゃってて、私もそれは男性だけでなんかこうスタートエンターテインメントは通していただきたいなと実は思ってたので、ここも私もね、あ、よかったと思いました。ただその女性のタレントさんをこれから扱われるようになっても何もおかしいことはないんですけども、そこもやっぱりこのブランドとしてはこのままでいこうというふうに福田さんが考えておられることも私はなんかね、良かったと思いました。また最後のところでね、すごく面白かったのは、ファン向けの挨拶の動画を撮った時、昨日ファンクラブサイトでアップしていただきましたあの動画やと思うんですけど、ファン向け挨拶動画を撮った時、偶然関ジャニ∞の村上くんがいたから声をかけたんです。同じ大阪の高槻出身で同郷なんで、もう仲いいんですよ。ネット上で福田は嫌だって言われて行きがしないから相性を考えてほしいと言ったら、福ちゃんになりましたとおっしゃってるので、関ジャニ∞の村上が、じゃあもう福ちゃんにしましょうとおっしゃったらと思いますので、まあこれから、ちょっとルックスが、ちょっとまあ怖い感じを皆さんが受けられるのも、まあ私もわからないことはないんですけど、まあこれから私も動画では、で、これからまた福ちゃんがこの前おっしゃったんですけどっていう言い方を、まあしてもいいのかなと思いますので、もう少しちょっと様子を見させていただきます。また皆さんもこれから、TwitterX なんかでつぶやかれて、まあそれでも福ちゃんもこの前こう言ってたよっていうような言い方をしていただいても、つぶやいていただいてもいいのかなと、関ジャニ∞と、村上くんがネーミングされました、福ちゃんになりましたとおっしゃってます。で、まあ今はクライアント、事務所関係を正常化されたいということで、まあテレビ局、また広告代理店をもう全部回ろうと思って回っておられるということで、
ただテレビ局だけで121ありますからとおっしゃってるんですけども、私たちまあキー局がまず知ってて、例えば京都やったら私はラジオ出演しております KBS 京都があるんですけど、そういう地方局も合わせたら121もテレビ局があるっていうのも私も全く知らなかったんですけども、まあそれは時間がかかりますが全て回りますとおっしゃってて、そしてまた4月から契約を再開してもらいたいんですよとおっしゃってて、おそらく今やっぱり今までにこの契約は今粛々と実行されていると思うんですけど、各テレビ局も新しい契約、旧ジャニーズ所属のタレントさんとは新しい契約を結ばないという方針はやっぱり変わらないみたいなんですけど、4月から契約を再開させてもらいたいんです。テレビドラマもう少し時間がかかるでしょうけど、来年の秋頃には体制を整えたいなと考えています。今のところタレントみんなに仕事がないままなんで、それはやっぱりかわいそうですよねということですので、おそらく来年早々にいくつかこのスノーマンのアーティストタレントのなんかこう主演するドラマも始まったりするんですけど、ああいうのってもしかしたら今回のこの状況の前にもうすでに決まってたことなのかなと思ってて、こっから先あの騒動以降からそのやっぱり新しい契約みたいなものがないと思いますので、まあでも福田さんできたらドラマはちょっと時間かかるかもしれないけど、来年の秋頃には体制を整えたいなと考えていますとおっしゃってたので、まあ私も大好きなスノーマン目黒蓮さんのまた来年のテレビドラマ、今のところ情報は入ってこないですし、まあ今年があまりにも忙しかったので、半年でもゆっくり休んでいただけたらいいなっていうことをまた皆さんと一緒にお話ししてるんですけども、もしかしたら、まあ4月か、7月か、まあ、10月でもいいな、ここでは来年の秋頃には体制を整えたいなとおっしゃってますので、また新しいすごく素敵ななんかこうドラマ情報が入ってくるのを、まあ、皆さんと一緒に楽しみさせていただきたいなと思っております。そして最後にやっぱりこのグローバル展開につながるところだと思うんですけども、木村拓哉がハリウッドのオーディションに出たいといえばプロデューサーをきちんと紹介し実現させます。なぜ韓国の歌手や俳優がグローバルに活躍できて日本人ができないかといえば、そうした営業をやってきていないからに過ぎません。日本のタレントだって打席に立てば必ずできるはずです。それを証明したいと思っていますっていうこの最後のところのなんか言葉を読ませていただきまして、スタートエンターテインメントから本当に BTS のようにもうアメリカのチャートの堂々と1位になって、そのまあ全米をこう活躍し、またグラミー賞のノミネートにも上がる、そんなアーティストが生まれる日もそんなに遠くないのではないかなと思いますし、我らが愛するスノーマンも全米に世界に出ていっていただく、なんかそんな可能性が福田さんが社長になっていただいたことで一段となんかこう大きくなったのではないかなと思います。また役者というところでも英語力っていうものはまあこれはもう半端ではなく問われるところやと思うんですけども、またこのスタートエンターテインメントから第2第3、今やっぱりこのハリウッドで活躍されている方で言いますと真田広之さんが本当に向こうで、なんか聞くところによると、一つずつやっぱりご自身でオーディションを受けに行って、あの役をゲットされてるみたいなんですけども、昨年も見に行かせていただきました、ブラッド・ピットのブレッド・トレインであるとか、先日私も映画館見に行かせていただきました、ジョン・ウィックの最新シリーズでも、殺し屋を演じておられましたけども、ああいう真田広之さんのように、なんかこう、ハリウッドで活躍する役者さんを、そのスタートエンターテインメントから出す日も、絶対に来る。なんかそんな気持ちがいたしました。きっと BTS や真田広之さんのように海外で活躍できる方もきっと生まれてくるのではないかなと思います。昨日、そのファンクラブサイトで井ノ原さんと一緒に、この社長就任のこと、そしてまたこの新会社、社名が決まったことをまた報告されましたけども、同時に昨日、その瞬間文春の電子版の方で、150分2時間半にわたるインタビューを受けられたものがこの一部アップされてますし、そのインタビュー全文が掲載されているものをそちらの方はちょっと購読契約をしないと見れないんですけども、その中でぜひちょっとやっぱりこの不安な気持ちを持っておられる
ファンの皆さんにお伝えさせていただきたいなんていうところをちょっと抽出させていただきまして、今日はお伝えさせていただきました。もっと詳しく見たい、読みたいという方は、ぜひ週刊文春のまた電子版の方に契約していただいて見ていただけたらなと思っております。まだ昨日、ああいう形でこの動画の方で、お話しいただいて、新会社の社名が決まり、まあこれからよろしくお願いしますと、まあ発表されたところなので、まだまだこの来年の春ぐらいには本格的にようやく動き出せるとおっしゃってるので、今まだ準備段階であるかなと思ってるんですけども、まあスノーマンのファンの皆さん、私も含めてたくさん見てくださってますこのほっこりカフェなんですけども、なんかこうかなりきっと皆さん、なんか将来に対するなんかこう不安から、なんか希望に対する気持ちが大きくなっていかれたのではないかなと思いますし、これからも皆さんと一緒に、なんかこう福田さんにも期待しながら、村上さんがおっしゃるように福ちゃんに期待しながら、皆さんと一緒にまた変わらずより強く応援させていただきたいなと思っております。少し長くなってしまいましたが、最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。